ライヒナさんが小学生の時に体験したお話です。お盆休みにみんなでおばあちゃんの家に遊びに行きました。しかしその時、周りのみんなが心配するほどライヒナさんは仏壇の上に飾ってあるおじいちゃんの家をじーっと見つめていたそうなんです。おばあちゃんの家から帰って数日後、ライヒナさん、交通事故に遭ってしまうんです。頭蓋骨骨折で意識不明の重体。その頃、 おばあちゃんはとあることに気づきました。お盆休みに撮った家族写真、ライヒナさんの頭の部分だけが映っていなかったのです。心配になったおばあちゃんはお寺に相談に行きました。すると、この写真とライヒナさんのお洋服を一緒にお焚き上げをしましょう。おじいさんの霊がついています。文骨が嫌だって言っていますよ。それを聞いておばあちゃんはすぐにおじいちゃんの霊がついているんだって思いました。おばあちゃんからお焚き上げが終わり、文骨も 一つにまとめたよって、連絡が来た瞬間、来ヒナさんは目を覚ましたそうです。